設楽さん、おはようございます。中村智也です。伊藤沙莉です。江本時生です。そしてどうも、日村ゆきです。日村さん、見慣れてるからあんま面白くない。来月公開の映画宇宙人のあいつで兄弟役として共演する4人。そして放送12年目に突入したノンストップへ向けてメッセージ。設楽さん、ノンストップ12年、本当にお疲れ様です。おめでとうございます。今後も僕は今51なんで、僕は60歳になるまで還暦をぜひね、ノンストップで取り上げてもらいたいんで、そこまでぜひ設楽さん頑張ってください。ありがとう。じゃあ日村さんもそれまで生きてくださいね。それまでは中村智也と伊藤沙莉と日村ゆきと江本時生もノンストップ。ありがとうございます。いや、日村さん、はい、大丈夫ですか。え、大丈夫だ。いやいや違います。いや、大丈夫だったですかってことですか。何が映画、あ、宇宙人のあいつ、はい、うん、舞台挨拶、そう、あの日この前ありましたね、うん、まだ映画自体は5月の19日からですけど。そうなんだよね。だけど先行披露試写会みたいな、はい、この前ちょっと行われましたよ。で、舞台挨拶とかして、はい、その模様が割と「ノンストップ!」なんかでもね流れたりとか、他の割とそういうニュースなんかでも、はい、ね、流れてましたけど、はい、大丈夫かなと思って。大丈夫ってのはどういうこと。日村さんがちゃんとできたのかな。ちゃんとはできてない。日村さんのそういうなんつうの、舞台挨拶っていうのはさ、うん、うまくできないから、うん、だから心配なわけ。いや、ちゃんとはね、できてないと思うけど、うん、まあでも、すごい盛り上がったは盛り上がったと思うよ。お客さんもすげえ来てくれたし。あ、本当、うん、だったらいいんだけど、うん、その、まあお客さんの前は、じゃあよかったとしても、うん、なんつうの、会見みたいなやつとか、いろいろあるじゃないですか。会見というか、雑誌とかね。あと、そういうテレビのそういうなんかカメラでインタビューするとか、いろんなパターンの宣伝があるじゃないですか。いっぱいやらさせてもらった。ね、この先もあると思うけど、うん、いや、大丈夫かどうかだと分かんないけど。だって、そういう映画のそういう舞台挨拶的なのとか、会見とかって、2016年のペット以来じゃないですか。うんうん、いや、だと思うよ。ね、映画とか。そんなことないもんね。ね、うん、あの時すごい大失敗、大失態と言っていいでしょうか。大失態って、あれね。覚えてますか、謎かけでしょ。俺の。よく覚えてましたね。俺が、ちょっとね。あのね、あの時にね、なんて言ったかっていうと、ね。はい、なんて言ったかっていうと。日村は映画ペットとかけまして、いきなり謎。映画ペットだから。急に何の打ち合わせもなく、謎かけを始めたんですよ、ね。そうそう。俺、いいかなと思って。うん。考えてきてた。確かにそう、家から出るときに僕ちゃんと考えてきた。何のあれもこういうの言うよとかも知らされないまま、うん、いきなり日村さんペットとかけましてってね、始めたんだよね。うん、でも悪くないよね、始まり方ね、ペットとかけまして、ね、まあまあそういうのでうまいことやると使われやすいかなと思って、それはもちろん、あ、なんか考えてきたんだなと思って、そしたら日村さんペットとかけまして、かけましてね、うちの内見を細かく見る人と解きますっつったわけ、うん、ね、家のね、うん、内見をよく見る人と解く、うんうん、その心は、うん、って何度も見たくなるでしょうっつったわけ。なんかんみんなこうですんってなって、記者の人とかもんってなって、うん、共演者もみんなんってなってすごい嫌な変な空気になって、一応まあ俺はその時に下手くそーって突っ込んでるっていう記憶があるんだけど、うん、すごい、そういうことしてない。してない。大丈夫。謎かけしてない。謎かけやってない。本当？謎かけやってない。宇宙人のあいつとかけまして。かけてない、かけてない。まずそもそもかけてないから。だってこれでもいけるわけじゃん。ん？宇宙人のあいつとかけまして、うちの内見をよく細かくする人でもいけるわけじゃん。いける。うん。何度も見たくなる。何度も見たくなるでしょうだから。うん、全然その映画にさ、ペットと内見がかかってないんだよ。そうなのよ。なこいつ何なん、分かる、このベテランのくせに何なんだこいつみたいな、ああいうのってちょっともうちょっとこうね、2つの意味でちゃんとなってないとね、おおっていう、その笑いというよりうまいみたいなのが欲しいところで、確かに確かに、そうそう、うん、あんまり意味も分からずにちょっとやっちゃった部分があったかもしれないね、うんうん、俺がそういうので日村さんが一番うまくいったのってのは、うん、今はね、サルティンバンコじゃねえ、なんだっけ今やってんの、アレグリア、アレグリア、うん、あれの俺ら応募っていうのを応援大使みたいなやらせてもらったんですよ、うんうん、あの時は俺は一番上手だと、あれはうまいよ、あれはうまいかな見に来てくださいっていうのをちょっと一言お願いします。それ別に謎かけじゃなかったよね。謎かけじゃない、そうだよね、うん、応募は応募しろい、そうこれだよね
そう、あれは俺、それ、それなんで言ったんだっけ、なんか一言どうぞみたいなことがあって、そういうノリで、うん、応募は応募しろいって言って、すごい、うん、あれは俺もすごいなと、面白かったし、短くて使いやすいじゃない、うん、使いやすいね、ちょっと滑ってる感じもあるから、可愛らしいじゃん、朝のそういう情報のそういう時とかに使われやすいやつね、そうそう、うん、ペットの時はね、ペットとかけまして、うちのね、内見をよく細かくする人と時も、その心は何度も見たくなるでしょう。今聞いてもちょっとやばい、怖い、怖い、だから改めて今の聞いてて、すごい嫌だわ、よくそんなことやったなって思うし、嫌だ、嫌だ、嫌なのよ、そう、あのちょっとこう、なんだろう、うすら尖ってるって言ったらさ、なんかさ、こういうことやることによってさ、なんかさ、あえてやってますみたいな感じじゃないか、あえてこう、わけわかんないやつ、ちょっと滑って、そう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 、滑って、わざとやってないよね、もちろん、だから、この時はこれをさ、よかれと思ってやってるけどさ、日村さんってほら、なんか大声で言えばいいだろうみたいな、たまにそういうさ、無謀なことする時あるじゃん、むちゃくちゃある、ね、よくないよ、うん、大声信じてる、いや、大声はいいよ、大声で言うってことは元気よくやるってのは大事だけど、なんでもそれでいいわけじゃないぞっていう時もやる時あるから、気をつけてと思って、ね、そうね、そういう何も思いつかない時とかに大声に頼っちゃってて、うん、そう、そこにも内容がないっていうね、そういうのがあるからね、それでなんかこう、うん、なんかお笑いみたいなことをさ、見る人はそうやって見るわけじゃない、うん、ね、うん、だから大丈夫かなと思って、この宇宙人に、いや、だからそういう見方をしていくとね、じゃあ今回も分かんないけど、言ってない、その決めてやろうじゃん、これ、これはもう決めてやろうよ、ね、ペットの時は、だからそれ決めてやろうみたいなのは言ってないわけ、言ってないと思うよ、それは、大丈夫、言ってないと思うよ、こういうさ、うん、あの役者さんばっかりの中にお笑いさんがいると、割と、うん、そういうところ任されるというか、ね、お笑いの人だからみたいなちょっとあるから大丈夫かなと思って、ね、だから「ノンストップ!」の時も、うん、あの日村さんが3人ね、うん、あのあれ柄本さんと、うん、あのさ沙莉ちゃんと、うん、あの中村倫也君が、うん、初めこう4人兄弟なんですよね、このそうだから基本4人でずっとその会見、会見っていうの、なんかそういう取材ね、うん、で「ノンストップ!」も個別でやらせてもらって、はいはいはい、ありがとうございます、 それで、うん、撮った時にパンって出た時にまず3人で日村さんいなかったわけ、うん、うん、そう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 ね、そうそしたら日村さんがちょっと離れたところで面白い顔をしてるっていう引きになるわけ、俺が例のあのこうやって目をね寄せるやつ、目を寄せるやつ、そう、うん、でも俺はこれもう見慣れてるし、うん、俺に向けてやってるんだったら違うのやらないとって思っちゃう俺だって俺はさ、それなんなら開発ぐらいの方の人はな、うん、指2本で面白くするか、うん、で何度も見てるし、うん、いやそこはちょっと、うん、今さその俺のノンストップでやるんだったらちょっとそこごめん申し訳ないけど、うん、ちょっと手抜いてんなって手を抜いたつもりはないよ、手を抜いたつもりはない、あ、ノンストップさんですね、お願いしますってなって、うん、でどうしましょうと、そう、ああいう時ってなんかもうそ、じゃあまず3人さんがいていただいて、うん、スッと引いたら日村さんがいるっていう形でやりたいんでお願いします、うん、あ、わかりましたっつって俺はちょっと離れて3人から、うん、1人こう1人開けたぐらいで離れて、うん、よっしゃでもあの子行こうっつってこうやって俺もスタンバったわけ、これはでも3人は笑うわね、そりゃね、あ、もう爆笑ね、すごい変な顔だって、いや、なんかスタッフも爆笑よ、いや、まあね、うん、いやいや、それはでもさ、それ違うじゃん、俺がいる、俺が見てるだからあの顔違った、もうそこはもう、うん、あの苦しくてもやっぱり新作というか、うん、もう俺にやっぱめがけてるっていう意識でやってほしかったな、ああなるほどね、俺あの時スタジオで全然笑ってないの知ってる、うん、知ってるねあの時俺スタジオで全然笑わないで見てたんだよあれ見慣れてるしな声にもしてもっと頑張れ。じゃあやっぱ、うん、そこは日村さんちょっと大丈夫っていう。いや手を抜いたつもりはないよもちろんね、うんうん。そういうパターンでいいかなと思ったら、うん、俺はこの顔でグッと引いた時にこうなんとかいいかなっていうあれだから。だからダメだよね。手を抜いたつもりがないっていうのにそうなってるってことだ。わかりました。わかりました。すみません。いや本当にだからちょっと大丈夫かなと思ってなんか やらかしてないか。いやそういうねやらかしみたいなのは。うん、やってないと思うよ、それは自分の中ではよ、大丈夫、うん、まだでもこういうの多分まだあるんだよ、多分舞台挨拶みたいなのって、あ、本当、この先もね、じゃあちょっとそこは気合い入れて、うんうん、あ、じゃあ次はね、うん、なんか、うん、何メール来てよ、ラジオね、うん、バンブーマンから、うん、バルイーグル設楽さん、バルパンサー大倉さん、ホーケーバルチンコこんばんは、うん、バルチャークでやらせてよ、ここはね、うん、で僕の記憶に残っている日村さんの舞台挨拶は、うん、キス我慢選手権の時の舞台挨拶、
え、全然これは何にも覚えてないな。急に藤原宏さんのものまねをしたよって全然覚えてない。怖い怖い。全然覚えてない。あの時あまりの脈略のなさに設楽さんに情緒不安定だと突っ込まれていたのを覚えてますが、舞台挨拶の苦手さが存分に出た内容だったと思います。全然でも藤原宏さんのものまねをする感じはすげえ伝わってくる。あと超怖い。なんかもうなんかやだやだね。この全然覚えてないから、何でそんなのやってんのかな。どうも皆さんとか言ったんだろうね。言ったんだろうね。うん、いかがですか。あ、じゃあ日村さんいかがですか。うん、いや本当に最高の映画でね、これはね素晴らしいと思うんですよ、ね。藤原宏さんのモノマネはすごい面白いけど、うん、どういう状況でどんなタイミングでやったかで、あ、ごめんなさい、藤岡弘さん。あ、藤岡弘さんね。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。うん。いや、覚えてないね。覚えてないね。でもなんか、あと、この前のその、あれ、宇宙人のあいつも、うん、司会者の人が舞台挨拶の時にね、うん、なんか、中村智也さんですと智也君を紹介した時に、うん、まるで自分のことのように日村さんが頭下げてて、沙莉ちゃんに突っ込まれてたっていう。いや、これは、本当？これ本当。なんでそんなことするの。いやいや、これそれは何間違えたの。間違えたって テンパってんの、まあ、ううテンパではあると思うよ。 あると思う。俺が立ってて、うん、横が智也くん で中村智也さんですって言ったんだけど、智也くんが頭下げたと同時に俺もパッと下げてだから何狙って狙ってやってる。狙ってない。あ、下げたなと思ったけど、ほら日村さん、何だから沙莉ちゃんがずっと笑ってて、うん、中村智也じゃないじゃんってことでしょ。何で今さんも避けてんのみたいな。でしょ。そう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 、そういうやらかしはあった。あとじゃあなんでそんなさ普通に考えておかしいじゃん。だって中村だって何人かしかいないのに、中村智也さんです、どうも今日はよろしくお願いします、最後まで楽しんでてください。なんでお前が今そこで頭下げたんだ。俺もちゃんと下げてるから。本当なんでそんなことしてんの。なんでって言われても、もうテンパってんの。わかんない。うすらテンパりはずっとあるけど、うすらトンカチだなもうね。うん、まあなんか横で下げた俺もなんか同時下げちゃったみたいな感じだ、おそらくね。かっこ悪いな。そんなの普通の役者さんしないよ。いるそんな人。中村智也さんですって隣の役者さんがお辞儀してるって、もう本当やばいやつ。そんなないでしょ。トム・クルーズですって言ったらさ、トム・クルーズじゃない人が頭下げてるの見たことないでしょ。いや、なんでって言われても分かんないけど、うん、なんでこう下がったのが見えて、俺も もう下げちゃったのよ。だからバッつって何してんのよ、うん、やめてよ、うん、気をつけてね。その後ちゃんと日村由紀さんですって言われるわけでしょ、うん、その時シカトしてんの。いや、その時は、うん、確か司会の方が間違えて、うん、長女夢二役のっつって長女って言われたんだ確か、うんうん、そうそう、だからそこは反応してちゃんとやったの。長女じゃないよっつって、うん、長女じゃないよ、その前にお前礼してんじゃないかってやる。喧嘩になんなかった。それは向こうの人もあれテンパるじゃん。それは日村さんがその前に あの人やばい間違えてるっつって、だから、うん、どうしよう緊張してるんだと思うわけ、緊張してるんだと思われてんで、多分そうだね。だからそれでなんかその人もうテンパっちゃったんで、ミスを誘発したんじゃない。そうかもしんないね、長男なの、うん、長女役って言われてたの、うんうん、そう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 、なんか、うん、気をつけて、はい。